もともとここに襖がありました。黒と言ってもやっぱり火が吸い込んでいくタイプなので真っ黒にはならずに、和室の押し入れなんで今でも押し入れとして使ってるんですけど、このテーブルもいけ、このテーブルも動画撮ろうかなと思ったんですけど、動画撮るほどこのランプたちですね、もともとここさあいよいよ和室のリフォーム完成しました、まあ、一番最初の和室の状態がね、多分この辺りかこの辺りかな、この辺りに写真が出てると思うんですけど、だいぶ雰囲気が変わったと思います。まあしたことはそんなにね難しいことはしてないのかな、まあ、してないしてしたか。一番大きく変わったのは、まあ、色とかはね、まあ、もちろん変わってるんですけど、こっちの壁ですね。こっち側、もともとここに襖がありました。隣の部屋と行き来ができるね、全部面が4枚の引き戸だったんですけど、それを全部やめて壁を作っちゃいました。中に柱を立てて石膏ボードを貼って壁紙を貼るっていう作業で全部壁にしました。でこの部屋の目的も分かると思うんですけど、脱毛器置いてあるんでね、ここはエステルームです。エステルームをずっと作ってました。なので隣の部屋もエステルームなんですけど、隣の部屋とこっちの部屋の会話がね聞こえない方がいいので、なので壁にしました。で一番最初に行ったのはもうほんとね、ここの壁を作るという作業を行ったんですけど、まあ気になる方はその時の動画も YouTube に上がってるのでよかったら見てください。でその次に行ったのがこの木の色を全部塗る作業を行いました。全部ですね、全部塗りました。あの障子紙も天井もこの柱も全部、もともとナチュラルの木の色だったんですけど、これを全部色を塗りました。でここで使った塗料はバトンっていう塗料を使ったんですけど、この塗料は水性ではない塗料なんですけど、木が吸い込んでいくタイプの塗料になります。なのでこの木のね綺麗な木目が全部出てくれるので、わざとこういった感じにしました。でこれは塗料の黒を使ったんですけど、黒と言ってもやっぱり木が吸い込んでいくタイプなので真っ黒にはならずに、多少ちょっと焦げ茶っぽいような色になります。で木の部分によってもやっぱ塗料をね、数量がやっぱ変わってくるので、なのでちょっと薄いとこと濃いとこがね自然な感じで残るのがまたこの塗料のいいとこです。でこの扉もね全部縁を塗って、このガラスは元のガラスを使ってるんですけど、まあ、全部ねガラスも全部バラして塗りました。ここも動画で上がってるのでよかったら見てください。はい、それとあとここの障子もね全部色を塗って、でここの障子紙も元々同じ、今これも音聞いてもらうと分かるんですけど、これプラスチックの紙です。このプラスチックの紙なんですけど、もともとプラスチックが貼ってあったんですけど、もっとねもともとのやつよりももっと色が白いものに変えました。でここの作業もね下処理をしたりとか、障子紙を貼ってる動画が YouTube に上がってるのでよかったらそこも見てくれると嬉しいです。で次に天井なんですけど、天井も全部色を塗りました。でこの天井も同じバトンですね。で天井とここのね入り口とかの木の色だけ色が違うの分かりますか、まあ、カメラだとなかなか分からないのかな、あこうやって見ると分かるかな。天井だけね明らかに薄いのが分かるんですけど、天井だけちょっと木の種類が違うので数量がちょっと違うっていうのもあって薄くなりました。でこの入り口と向こうの障子は今ちょっと分かりづらいんですけど、ワントーン色がちょっとね明るいです。なぜかっていうと、ここの柱とかは全部2回塗ってます。2回塗ってて、でここの扉とかは1回しか塗ってません。なのでワントーン明るいです。でわざとここと向こうは窓はねちょっと明るくしときたかったので、ワントーン明るくしときたかったのでわざとなんですけど、で天井も明るくしたかったので1回しか塗らなかったんですけど、いい感じになってくれてよかったですね。僕はこうやって木目を残したかったのでわざとこういったタイプの塗料を使ったんですけど、木目を完全に殺した人はここで使ったケンエースっていう塗料を使うといいです。ここの床の間もそうなんですけどね、これはもう完全に木目がなくなるタイプです。これは水性塗料なんですけどね、まあ、この木目がいらないよっていう人はそういったケンエースとかを使ってもいいかなと思います。次に行った作業がこの壁紙
もともとあった壁紙はなんかちょっと和室の土壁っぽいっていうか、なんかちょっと、和紙っぽいような和室っぽい感じの壁紙だったので、それを全部剥がして、で新たに新しい真っ白な壁紙を貼りました。作業の順番として、なんで一番最初に色を塗ったかというと、やっぱり色が他のものを汚すリスクがあるので、なので一番最初に色を塗りました。いくらマスキングをしても、やっぱりこういった角のとことか塗料が染みて、この紙の切った断面とかに染みてくっていう可能性があるのでね、いくら綺麗に貼っても、なので一番最初に色を塗ったっていう理由ですね。で、古い壁紙を剥がして、このね新しい壁紙を全部貼っていくっていうことを行いました。全面ですね、パテ処理をして下地をしっかり綺麗にした後に壁紙を貼るという、ここの床の間のとこもそうですね、全部壁紙をきれいに貼りました。このねエアコンもね自分で外して、でこの取り付けは業者の人にやってもらいました。でその次、ペンキと壁紙が大体全部貼れると、まあ、部屋の大きい作業としてはほとんど終わったのかな。でその次にこの扉、ここもともと和室の押し入れなんで、今でも押し入れとして使ってるんですけど、ここが普通のね襖だったので、これを全部真っ黒の扉に変えました。変えたというか、襖の上に、これも動画があって参考にしてもらうといいんですけど、薄い板を貼って、その板の上を黒く塗っただけです。なので元々の襖を使ってます。で持ち手を両サイドにつけてます。でここのスポンジはなんでこんなものがついてるかというと、これを開けた時にここに当たるので、当たらないように、でこのねビスもそのまま見えてます。まあそんなにビスは気になりません。こうやってねアップにすると、あビスがあるななるんですけど、普通にこうやって見てる分にはほぼ気になりません。で下の畳はそのまんま。でその次に行ったのがこのランプたちですね。もともとここに普通の四角いランプがついてたんですけど、それをこれはね全部 IKEA 製なんですけど、 IKEA 製のランプを全部買ってきて、でこのレールはこれはホームセンターで買ってきたレールです。これはパナソニック製のものを使ったんですけど、レールをつけてこのランプを照明をつけました。でこのスタンドランプもそうですね、これも全部 IKEA です。でこれはねこれを使って全部切ることもできるし、つけることもできるし、明るさの調光を変えることもできるし、色を変えることもできるし、いろんなことができる優れものです。その時の芯によって色を変えたりとか明るさを変えたりできるので、とても便利です。であとこれスマホとも連動できるので、とても便利ですね。作業としてはそんな作業を進めていきました。で次に行ったのがリフォームというか、なんだろう、こういったアイテムを組み立てていくっていう作業になるんですけど、その次にこの椅子を作ったのかな、はい、これも IKEA です。まあ、こんなのねとても簡単にできるんで、これも全部動画に細かくしてあるので、よかったら参考にしてください。それとあとはね向こうのカートを組み立てたり、あとはこの額縁ですね。この額縁もここがもともと赤だったんですけど、それを全部黒く塗っちゃいました。この部屋の中が全部白黒で統一したかったので、なのでこの額縁も中に赤があるよりも全部黒がいいなと思ったので、これはヴィンテージっぽいものばっか使っているリサイクルショップがあるんですけど、名古屋にね、そこに行って買ってきました。でそれをちょっとね自分なりにちょっとリメイクしたって感じですね。それとあとはここに全部ピクチャーレールがついてます。ピクチャーレールがついてるので、まあこういった風に額やドライフラワーをかけたり、あとはハンガーを使って服とかをねかけたりできます。それとあとはこの鹿の絵、この鹿の絵もこれも IKEA です。これも動画にしてあるので、気になる方はよかったら見てみてください。でここの床の間ももともとは全部木でした。木だったんですけど、ここも全部ケンヘイスという塗料を使って全部真っ黒にしちゃいました。もう全部真っ黒、全部真っ黒、真っ黒です。この白い木もこの花瓶もちなみに IKEA 大好き。ここの作業もね全部動画にしてあるので、よかったら参考にしてください。
で、このね、タイプ椅子っぽいのも IKEA。このテーブルも IKEA。このテーブルも動画撮ろうかなと思ったんですけど、動画撮るほどのものではないので、なので、もう撮ってません。というような感じで、和室のリフォーム、全部、できましたー。で、今後まだちょっとね、商品棚とか、まあちょっと、今からこここうしたいなっていうところが出てきたら、またね、ちょっとずつ変わっていく可能性があります。それとまたこのね下の畳が傷んできたら今度は下をフローリングにします。畳をやめてね。今回はこの畳のままでも雰囲気がいいなと思ったのでこの畳のままにしました。いかがでしょうか。もともとの普通だった和室が色と壁紙をちょっとね変えるだけでだいぶ雰囲気が変わるということが伝わったかなと思います。お時間のある方やちょっと自分で DIY やってみたいなという方もしいたら参考にしていただけると嬉しいなと思います。こういった塗料の違いとかもねコメントいただければ詳しくお伝えできると思うので、なので今から DIY やりたいなっていう方とこういうことやるにはどんな道具がいるんですかっていうことがねもし気になる方いたらぜひぜひコメントください。じゃあこのあたりで和室のリフォームは終了です。今後まだ他のウッドデッキを作ったりとかねいろんな DIY の動画を上げていくのでよかったら参考にしてください。じゃあ今日はこのあたりでバイバーイ。僕の場合ここの義足でガーテンレール始めるので、ちょっとずつ上がりをつけて